い、こんにちは、サルウェインです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こっち、あ、違う、こちら、ババーン。うわー、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 うわー。おなるほど、なんでです。シャドーバース。シャドーバース。そういうこと、いつものやつですね。13周目ですね。さて、鬼門の、純正ドラゴンです。いいかもしれないねってぐらいですかね。まあやっていくしかない。かなりきついはきついですけどね。うん、いやさっきも若干チャンスはあったんですけどね。なんでネプチューン死にに行ったんみたいなね。やばい、脳が寝ている。完全に寝てますかね。いやいやいや、良くない、全然良くないですね。かんばしくないとはこのことよ。デストロイヤーズコマンダー、黄昏を守護せし無謀の怪、あまたの死を喰らい、その身をこゆらせる。こゆらせるって表現すごいな。さあ、お相手、うわー、出たー。家族を守るために絶望的。手加減なしよ、本気でいくわ。まあ、諦めないけどね、俺は。エイファちゃんは今いらない、アイラちゃん優先でいこうぜ。ニコス欲しかった、でもまだ引けるチャンスはある。いやもう逆にだよね、押し付けていこう。もうね、もうライフしか殴らないっすわ。うん、強気でいく。強気攻め。よろしくな。ぶっちゃけでも、ぶっちゃけ、超越の時よりはやりやすいはず。間違いなく。生存権なかったからね。え？やばい。これは逆にやばい。殴らせてもらわないかもしれない。秘術か、もしくは冥府。戦うのってやばいよね。さてと、次はアイラちゃん出してフィストが捨てられるか。それもそれでいいか。ああ、そんなことはありませんでした。いやでもアイラちゃんは偉い、マジで。いやマジで秘術やん、マジか。いやー、これは殴り切るとかじゃねえ。なんか俺の計画が全て裏目に出るな。私、強くならなきゃ。まあ全然倒してくれていいんですよ。一向に構わん、やってくるとまえ。ぜひやってくるとまえ。僕のアイラちゃんを状況できるも、あ、でもそうか、あれがあったな。あれがあるんだよ、変異じゃねえや。あー、やばい。なんか本当に脳が出てるんやな。突然の変異って言葉が出てきたけど、それ何やっけ、それ違う。まあ、アイラちゃんで行こうじゃない。アイラちゃんでさ、私、強くならなきゃ。行くぜ、ぶっこんでいく。これで決める。大丈夫、一緒ならドラゴンさん。いいよ、これ好き。いいよ、いいよ。いやー、全然まだいい。いけるぜ、いけるぜ。殴っていくぜ、バリバリいくぜ。次、ワンチャン、竜の力で強化するのも熱いぜ。熱い、熱い。熱い。体が熱い。力が目覚める。っていう、誰だっけ、エイミさんか。うん、懐かしい。ナルティープロファイル、そういえば新作出るんですよねって、これ今他のゲームの話してたっすもなんかすごいけどね。これは気にしないで。気にしないでとかって。それはサイゲームさんに怒られるから。サイゲームさんが何してくれてんねんって言ってきたら、ヒッヒーってなっちゃうからね。さあさあ、何が出るよ。あと3コストだ。あれだけは嫌だけど。変異だっけ、あれなんか本当に忘れちゃったな。大丈夫か俺。本当に寝てるのか。出た、編成、それ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 よ、それほんとやめてほしかった。それだけはもう怒ったぞ。僕は怒ったからね。欲を怒らせたら大したもんですよ。次あれが来るかもしんねえんだよな。破砕が来るかもしんねえから、数並べてもしゃあないかな。覚悟はいいか。いや、それこそ本当にあれか。大丈夫、一緒なら。くそー、いろいろでも計画くれちゃったな。ドラゴンさん、また編成だけはやめてほしい。本当にそれだけはやめて。全然もうきついから、マジできついから、それだけは本当にやめてほしい。いやー、本当裏目に出るな。なんていうか、
せっかくなんか逆にドロスイ型の方がワンチャンとかって言えたかもしれないのに、序盤のこのやり取りだけはね。知りたいすべて。オッケー、生き残る6点、もう一発6点殴れる。これで決めるわ。いや全然いいよ、生き残るし。私は真理を掴む。いや来たね、これ来てる来てる来てるよ来てるよ。これぶっ込みでしょ、ぶっ込み。我が暗黒の翼落としてみよう。13点か。終わりだ。ぶっ込みあるよ、ぶっ込み。この一掃止めてみせろ。あれ、落胆させないでくれ。ドラゴンさん、ところでダメで、ガーディアンゴーレム2体3体、今3体出てくるか。流化の表で1枚はどかせる。ただ死んじゃうんだよね、ホルテが。ホルテが、まあだから本当にあそこの編成が強かったよね、ちょっと。ガーディアンゴーレム3体出されると結構きつい。まあとりあえずここでここで相打ち取られんじゃんって話。それ結構辛いんだよね、マジレス。あ、そっち。あーでもまあそっちの方が強いか、現実的か、現実的かな。できながら見事だ。まあ確かに終わらないか。あ、終わった、終わったね。まさかのフィスト2枚、これは強かったな。僕はバカだ。そうか、捨てられちゃうじゃん。何やってんだ。間抜けも言うとこやな。はずいね、今のは。今のははずい。全く人使いが荒いんだから、戦うのってやばいよね。ドラゴンさん。今のははずい。今のははずい。ごめんねって言わなくてよかった。今のははずい。マジで。マジではずいやつ。びっくりした。なんだって。それは辛いじゃん。せあー、もうあと1点なのにな。だからあそこの進化いらんかった。あと相手ガーディアンめっちゃ持ってるんだよね。そこだよね。あとライフ、あ、これでフィストあれば勝てるって話か。フィストもうあと1枚しかないんだけど、ダメなやつじゃん。一気に駆け抜けるよ。ヒルよ。どうしようかな。でも倒してくれたゲームなんだよな。いやーこれまずいぞ。くそー。なんて押しが弱いんだこのデッキ。なんかなかったっけ。ないないね。覚悟はいいかしら。いやー。世界を求めて。マジか、マジか、マジか、マジかだ。これは負けるね。いやー殺しきれねー。手札捨てるカード欲しかった。無理だね、負けちゃったね。ギャグだね、ギャグだね。負けまみたなかなかやるな。いやマジか、あれあれ、なんで負けたの。闘争の果て、遥か地平の新世界へ。あそこの進化圏じゃね。いや勝てるチャンスあったんじゃない、これ。マジか、あそこの進化圏なかったよね。なかった、なかったな、なかったな。フォルテ普通に殴って、そうだよね。そうだよ、あそこで進化圏使ったのが、そう、別に1にする必要なくて、結局4点は入るんだからそれでよくて。フォルテの進化圏いらないでしょってとこだよね。そう、あれは本当になんか大盤振る舞いというか、やりすぎ感というか。
貴重な助教を1枚失ったんだからね、俺あそこで勝ててたね。はい、本当にひどい。やめようかな、今一回。本当にちょっとやばいかも。衰えてるとかやだよ、やだよ、やだよ。とりあえずやめよう、バイバイ。